時は江戸時代、仲睦まじく仕事に精を出す兄弟がおった。ああ、今日は休日だってのに働かなくてはならんとはな。まったくまったく、世知辛い世の中よの。そういえばこんな引き札が待っておったぞ。おうちで競馬？どうやらテレビジョンでも見られるらしいぞよ。しかもスマートフォンでもできるときた。おお、それはそれは一発運試しよ。よし、では拙者はラッキーセブンの7番顔見せワイルド、拙者はたてがみ凛々しき10番襲名ドリーム。さあ始まるでござる。お、外側から出てきた襲名ドリーム。行け顔見せワイルド、顔見せワイルド。負けるな襲名ドリーム。させ顔見せワイルド。負けるな襲名ドリーム。一着は襲名ドリーム、襲名ドリーム。よーし。まあ今のは練習でござる。え、本番は日本ダービーでござるし。5月29日日本ダービー開幕。つる。優春太郎さんは休日とか何されてるんですか？なんでやろうな。拙者は趣味で競馬をたしなんでおるぞ。競馬場とかに行かれるんですかね？スマホでできるのだ。スマホで即パッとなるもので、このようにどこでも競馬が楽しめるのだ。しかも登録はパパッと簡単でとても良いぞ。じゃあ優秀太郎さん、最後に決め台詞的にもらってもいいですか？パパッと即パッとで日本ダービー満喫してやろうじゃねえか。ありがとうございます。日本ダービー開幕。日本ダービー、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 日本ダービー。5月29日第89回日本ダービー開幕。入れないんかい。今もう入れちゃっていい、入れちゃっていい。よーい、はい。はい、ありがとう。もう少しテンション感みたいなの上げていただくと先ほどのさらにまあ、見栄のレベルですね。そうですね。わかりました。はい。勝った。よーい、はい。最初は、カメラ目線で、カメラ目線バージョンとこうスマホを見てるバージョンちょっともらいたくて。顔見せっていうのを。ああ、いいかも。それだったら大丈夫です。それにしましょうか。スタート。顔見せワイルド。顔見せワイルド。目線は、カメラ。目線はスマホを切って、スマホを見ながら盛り上がってバコーンとこうなって。本番、よー、スタート。シューミードリーマー。ええ、勝った。勝った。シューミードリーマー。はいはい、あ、ありがとうございます。はい、これぐらいがいいか。はい、はい、どうぞ。めちゃくちゃ盛り上がる。お願いします。はい、目線もこっちもです。あ、そうです。カメラ、はい、
次はヒーローが現れて、喜んでいるところ、あなたを待ってましたって、待ち望んでたヒーローが来るから。今ぐらいの表情は全然ありなんですね。大丈夫です。なるほど。今は割と現代風に笑っていらっしゃるような。